東国国家論とは歴史学者佐藤真一が提唱した日本の中世国家体制に関する学説、天文体制論と対比される。鎌倉幕府を東国において朝廷から独立した独自の特質を持つ別個の中世国家とみなし、西日本を中心とする王朝国家と鎌倉幕府とは相互規定的関係を持ってそれぞれの道を切り開いたとする。 さらに、東国国家は、北条時織が、新能将軍を迎えて以降、西日本からの相互不干渉と自立を目指したとされる。佐藤は、もともと、新日本史講座封建時代前期、幕府論の中で、受影2年10月戦時により、源頼朝が、朝廷から東国における行政権を付与され一つの国家的存在が成立したと主張し、 鎌倉幕府を一個の国家と規定していた。しかし1963年に黒田敏夫が検問体制論を提唱し、二つの国家などではなく、公家と武家とが対立しながらも単一国家を組織していたことを強調し、相互に依存し保管し合う関係として、調整役としての君主である天皇のもとに統合されていたとした。これに対し東国国家論に立つ石井進は、 高柳工事の諸論を踏まえつつ、中世日本に単一の国家機構を想定できるのかという批判を展開した。1977年に山本博也が鎌倉幕府の朝廷への不干渉主義を主張すると、佐藤はこの説を受け入れ、1983年に日本の中世国家の中でこれを唱えている。近年では都市を拠点に公益管理と、 駅新陳部に着目する、ゴミ踏み彦の二つの王権論など、検問体制論を批判しつつ東西王権の積極的な関わりを指摘した見解も出されている。中世を通じた国家モデルとしては、検問体制論と二つの王権論が学会では有力視されており、優劣が決する気配はない。A.B. 佐藤慎一、日本の中世国家岩波現代文庫、2007、 ISBN 9長7840億600万1735書室、岩波書店1908-13佐藤真一日本中世史論集岩波書店1990 ISBN 40億1万6814書集石井進石井進著作集第一巻日本中世国家史の研究岩波書店2004 ISBN40 億92万6217、書室、岩波書店、1 9百7中、私学雑誌第86編第8号、関東申し継ぎと鎌倉幕府、財団法人医学会、王の記憶、王権と、都市新人物往来者、2007、ISBN44 億403万4989、ゴミ踏み彦編、K、鎌倉の王権、 吉川博文館、2003,ISBN4 億6420万80 808X、近藤誠一、鎌倉幕府と、久下政権、新体系日本史一国家史書集、山川出版社、2006,ISBN46 億3453万104、本郷和と、新、中世王権論、部門の覇者の系譜新人物往来者、2004, ISBN 44億403万2285山崎正和、室町期、山崎史学の位相を探る東京大学。ありがとうございます。